もうこの変わり糸たちどうしようかなと。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、昨日までねちょっとうん頭を悩ませていましたが、ちょっと今日は置いといて、ちょっと長年ねうんうんうなっている問題がこの変わり糸なんでございます何を編もうと思って買ったのか、お安いと思っていっぱい買ってしまって、もう在庫も在庫で、もう実際ねこうやってかぎ針で編むと目が読めないっていうか読みづらいので、ちょっと編みづらい問題でどうにか使いたいなと思いまして、で、考えた結果、方眼編み、普通にねシンプルな、まあ余り糸ですね、私の場合は新品の糸はまだまだ出番ないです。余り糸で方眼編みを編んで、で方眼編みのここの中にですねこの変わり糸を通していってしまえばいいんじゃないか。まあ織物ですよね。売ってますよね今キットで、なんか方眼状態の編み目状態のもので、あとはこういう変わり糸、ここの身の太い糸を通すだけでストールできますよってやつを、今回その編み目から手作りしようかなと思います。そしたらまあ余り糸のね処分にもなるし、使えるものができると、まあ例のごとく外には持ち出す気はゼロでございますので、配色等はもう全然考えずに、とりあえず早く消化してしまいたいけど使いたいっていう糸を中心に使っていこうと。これ50円だったんですよであーって思って買っちゃった。棒針編みだったら多分素敵な、モフモフっとしたマフラーとかストールが編めると思います。ただ先日見ていただいた通り、あんまり棒針編みのスキルがないんですよなので、今回はちょっとこれでストールを目指して作るんですけど、その前にどんな感じかね、私もちょっと思い立っただけなので、実際ちょっと小さく編んでやってみようかなと思っております。このねプランドプーリング失敗したこの糸で軽く土台作ろうかなと思います。だから適当に鎖編みをして、3目で立ち上がって1目編んで、だから全部で4目ですね、4目作ったら長編みで1目鎖編み、長編み、鎖編み、長編みっていう方眼編み、長編みの方眼編みをやっていきたいと思います。どのぐらいやればいいんだろうと思ってますよ。どのぐらいだろう。あ、で、その前に、はい、本日のお茶でございます。はい、本日、日東紅茶の、はい、ホワイトワイン&ラフランスティー。もうね、ラフランスの、ラフランスかこれ、ラフランスなんだ。ずっとね、マスカットだと思ってた。間違ってた。もう本当にね。あ、でもいい香りなので。まあちょっと貧乏舌というか貧乏花でございますね。もう、わからんのかいと。とりあえず19目目指してやろうかな。1、2、3、1、5。で、これ針の、糸の太さに合わせて今回針6号針で編んでますけれど、多分この土台となる糸に合わせた針の号数でいいと思います。で1、2、3目立ち上がって、もう1目立ち上がったら、今この下にある、そうですね、ここから3目立ち上がって1目で、じゃあ実際長編みを編むのは1、2、3、4、5、6、7目ぐらいですね。1、2、3、4、5、6、7目。ん ?2、3、4、5、6、7目。7目のところに長編みで、1つ鎖編みして、1つ開けては長編み。で、鎖編みして、1つ開けて長編み。よいしょ、一つ開けて長編み。これでもしうまくいったら、ちょっとな大きめの、ちょっとマフラーになるのか、ストールになるのか、はたまた座布団になるのか、
わからないんですけど、まあ、とりあえずこの変わり糸たちの特徴が活かせて、こうね、いっぱい使えるものができたらいいなと。で、端っこまで来て、長編みになりました。で、またここで3目立ち上がって、はい、くるりんぱして、もう一目編んで、で、長編みの上に、長編み。で、この、なんでこれを始めようかと思いますと、またですね、本当にね、待たされることが、こう、多くなるような予定が出てきましたので、その間の有効活用でございますね。で、ここから一目開けて、ここですね。1、2、3目目の裏山と半目かな。ぐっと選んで。で、もう一個あるか。ちょっとこう、これが、こう、ビヨーっと超ロングロング幅もあって長いマフラーだと思うと、思って、この糸でですね、やってみようかなと。よいしょ。で、これ編み物と一緒なの、編み物っていうか、よいしょ。織物と一緒ですよね。こっから、始めるときに多分、こう、中途半端なところから、始めて、2段ずつとか3段ずつぐらいから、で、糸を変えていくってのもいいかなと。で、あんまり引きつらないように、引っ張り加減を考えて、で、次の段は今、こう来てるので、逆です。逆に、こう、段違いになるように、土台の色が悪かったけどね。そしたらちょっとこう横糸が変わり糸の、なんて言うんでしょう。編み目と言いますか。よいしょ。好きな色、好きな感じで、まあ、適当にね、できるんじゃないかなと。よいしょ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 。で、全部糸通し終わってから、ここの縁に縁編みをしていけたらなと。そしたら、変わり糸の目を読む必要もないですし、はっきり言って市販のね、編みを買えばいいっていう話なんですけど、そんなね、余り糸ごときでそんなことはしたくないと。で、どうせだったら他の余り糸も使って作ってやろうじゃないかと。で、この思った板よりも、この下のね、方眼編みの糸目立ちますね。思った以上に目立つわ。これかっこ悪。ちょっと違う糸で作る。かっこ悪。他に余り糸なかったかな。他のあまり糸を、あった。そこでこれ、失敗が許されないモヘア糸でございます。これ、失敗が許されないモヘア糸なんですけど、もうね、もう絶対ほどけない。一回やったらこんがらがっちゃって。これで、ちょっと方眼編みの土台を作っていこうかな。はい、これで土台にしたここに、ここに、大体これの、こう、2、3倍ぐらいの糸を用意しとけば大丈夫なんじゃないかなと。ちょっとここで糸の引き具合はちゃんとしないと。で、ちょっと細くて心もとなかったらもう一回、どうせ、大体一段に、2本ずつ糸が入るみたいな感覚で、最初から2本取りで入れてもいいですね、そしたら。
じですかね。だからこれでありったけのカワリートさん、カワリートさんたちに来てもらって、意外とね、土台の糸の方が目立つことが分かりましたので、土台の糸選び、まあ、マリートの中でまともなやつを選んで、だ土台の糸の色をこう、ね、変えていくって手もありますしね。よいしょ。こういう感じの生地になって、まあ、革リートも使えてっていう、そこそこの小物が出来上がるのではと。まあ生地を織るのと一緒ね、一緒な感じなので、で、糸始末もそこそこにないも同然で申し訳ないって感じですけど、とりあえず雰囲気だけ見たいので、ただ縁だけを、こう、かがっていこうかなと。こんな感じで。という一つの案ですね。今日はそれをちょっと実験してみたかった。ちっちゃく編んで。でもこれいけそうな感じがするので、膝掛け、マフラー、あとバッグの生地、とかに使えそうですね。ストールとかね。まあ、とりあえず、これいっぱいあるんですわ。いっぱいあるんで、ここら辺使えそうな。まだね、多分探したらね、私の遠い記憶にうっすらと、あんな糸もあったなっていうのが思い当たりましたので、そういうの使って、大きい大物が使えればいい、作れればいいかなと思っています。だから待ち時間の間に、まあ、とりあえず方眼編み。こういうモール糸とか、こうとりあえず ありったけの余り糸を使って、まずは方眼編みを作っていけたらなと思っております。まあ、今日は解説までで。はい。それではまた明日何かやっていきたいと思います。じゃあ。